え、眼科医の平松です。今日は緑内障の人の白内障手術、眼圧上がっちゃうのどうなのってことについてお話しようと思います。いただいた質問、75歳母のことです。緑内障が中期から末期、白内障もかなり進んで、鎮死体脆弱の状態です。白内障の手術を検討しているんですが、従中に眼圧が上がると聞きました。従中の眼圧上昇を軽減する方法はないでしょうかまた、執刀医に気をつけてもらうべきポイントを知りたいのですが、何卒よろしくお願い申し上げます。えっ、ー、と、まず、執刀医に気をつけてもらうものは、 そんだけの目ですからしっとり気をつけると思いますというのがまず大前提ですね。で、術中に眼圧を軽減する方法としては、まあ、圧力をなるべくかけないようにとか、まあ、本当にこれは術者の問題ですね。もううつあえて言と、と、患者さんが生きむと 圧力って上がりやすくなんですよ。だから、手術怖いとか、で、力入れちゃうとか、なんていうか、目をつぶろうとするとか、むって力入れると圧力上がっちゃって、手術自体もあまりいい方向に行かないので、ぐっと息きむっていうね、これだけは避けていただいた方がいいと思いますね。まあかこ、力を抜いてリラックスして手術を受けるっていう方が結果が良くなると思ってください。まあ、こんな感じの疑問、質問、お答えしていきますんで、今後ともよろしくお願いします。